7月の1日初めて7月の初めてのゲームですが、最初にここですね、前半の18分でした。セレッソ米沢が藤原からボールを奪って、そのままドリブルで行ってシュートを決めました。まあゴールキーパーのニエカーもですね、体に当ててるんですけれども、ゴールに吸い込まれていきまして、1対0セレッソが先制をしました。そして後半なんですけれども、68分ですね、あ、インパーの場面ですか、先ほどの場面じゃないですよね、これは先制の場面です、そして後半に入ります。後半の13分、トータルの68分のセレッソの攻めです。左から山根とはのドリブルからつなぎます。そしてスルーパスを受けて、山根がここでシュートを打ちますけれども、ニエカーが本当にここでもいいプレーを見せました。まあ、なんとかその逃れたそのニエカーのセーブ。そして後半のゴールシーンなんですけども、70分でした。ソメアからのボール、流れてくるようになったところに、まあ、旗が寄っていって、一気にゴールを奪いました。これで1対1の同点。この場面ですね、靴掛けから最初行って、青木からソメア、そして最後は旗ということでした。ソメアはディフェンスに阻まれましたが、流れてきたボールをそのまま旗が蹴りました。そして78分の沼津、コーナーキックから尾崎のクロス、そして徳武、これがまあ入ってるんじゃないかというアピールありましたけども、それをまあちゃんと示せるものがないという今の場面です。このヘディングシュート、キーパーはこぼしてしまうんですね。で最後に船木がカバーをするんですが、まあ、このボールは完全にラインを越えてなければいけないんですが、そこをまあ若干このカメラでは、この角度では見極められないということでした。そしてこのチャンス、アディショナルタイムでしたが、太田和樹ですね、尾崎のクロスからファーで、これを浮いてしまいました。まあ今日の試合熱戦でした。暑い中での本当に熱戦でした。